世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日は土曜日でですね、横須賀の集会が終わって、そして帰ってこの収録をしています。今日は非常に暑かったので、ちょっと熱射病になりそうになったんですが、守られました。それで聖書の箇所はですね、第2コリントの12章9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからです。ここからお話をしたいと、こういうふうに思います。私はですね、小中高校生時代にですね、話すのが非常に苦手でした。うまく話そうとすると支離滅裂になってしまうのです。話が下手というのではないんですね。それ以上に、この支離滅裂になってしまい、聞いてる人が何とかならないのを黙らせてあげたいと思うような、そういう状態であったのです。そしてそれが私の大きな弱点でした。しかし今はそれが変わり、人前で話すことが私の仕事です。1000万人のテレビの前で話したこともありますし、最高では2万人の前でも話しました。どうして私は変わってしまったんでしょうか。その一つはですね、私がイエス様を信じて私の人格が変わったからです。これが一つ大きなポイントでした。それともう一つは何かというと、教会に行き始めたということでした。そしてそこでいろいろな人たちから用を頼まれたんですね。私は幸いなことに断らなかったんですね。そしてその時にですね、人前で証をしてくださいと言われました。で、私はですね、まあ支離滅になる、嫌だなとは思ったんですが、しかしそれを断らなかったんです。そして支離滅裂になりながらいろいろな証をしていきました。で、そうしましたら慣れてきて、だんだん支離滅裂でなくなってしまったんですね。それとともにですね、私は主に従って伝道者の道に歩みました。それが神様の私の計画だったからです。伝道者は話さなければなりません。その時神の助けの力が私に働いてきました。そしてですね、弱さは話すということなんですが、それを通して神様の力が現れてきたんですね。私が弱さから強さに変わっていった大きな理由は、そして中心の理由は神様でした。そして教会でした。そこが大きなポイントとなったのですね。皆さんにもこの御言葉は確かに成就いたします。どうぞ神様を信じ、そして新しい自分となり、さらに教会に行き、またなすべきことをなしていく中で、多くの弱さが強さに変わるのを皆さん見ていくでしょう。どうもありがとうございました。